知り合いのママがキチすぎる。義妹、旦那妹は、めちゃくちゃ可愛い人で、その旦那、以下美帝もかなりのイケメン。とある縁で、今は、同じ住宅地に住んでいると言っても義妹夫婦は一時的。私と義妹は、好きな音楽や漫画の趣味が似てるので、友達のように仲良くしてる。なので毎日楽しいんだけど、近所で、同じ幼稚園のママ、A がうるさい。たまたま、義妹が遊びに来た時を見られて、妹さん？可愛いわね、みたいに声をかけられたんだ。その時の反応は普通だったんだけど、その帰り、義弟が、義妹を迎えに来たところも見られてて、そうしたら、どうしても義妹夫婦を悪くしたくて、しょうがないのか、変にケチをつけてくるようになった。最初は、噂話みたいなことを幼稚園ママたちに言うだけ。みんな、まず義妹を知らないので、へえ、と流してくれてた。ただ内容が内容だったから、私も、かなり周りに根回しする羽目になった。内容を要約すると、義妹は、整形美人で、義弟とは仮面夫婦、義弟は、DV で、他に愛人がいるという、昼ドラマ素直な妄想。ちなみに、義妹は、少し前までかなり太ってて、中身に惚れた義弟が、くどきにくどいて付き合い始め、義弟に合わせるため頑張ってダイエットした努力型の美人で、義弟はとにかく義妹一筋だし、ちょっと怒るのすら、義妹相手にはできない人だから、まずありえない。まあ噂だけなら私が、根回しすれば済むんだけど、最終的に、A さんは、義妹のうちに泥に入った。窓ガラスを割って中に入り、義妹の持っている、服や下着、化粧品などを盗もうとした。幸いにも、義妹家の近所の方の通報によって、すぐに捕まえることができたけど、かなり A 頭がおかしかった。服を着て着飾ったら義妹になれるのに、って警察にぶち切れていたらしい。かといって、特別義弟に好意があったわけでもなく、とにかく義妹に固執してしまっている感じだったそうです。こんな状態だったため、A を罪に問うことができないと義妹夫婦が判断したためと、A 旦那に自分たちへの接触をやめることなど条件を出して示談にしたいと話しに行くと、A 旦那は冷めた様子で、はいはい、またなんですねと慰謝料等をすぐにくれたそうです。謝罪もなく、そこからは A 旦那ヘラヘラと笑って、実は、これで訴えられるの3件目なんですよ。うちの家内頭おかしくて。俺ももう別居してるんですよね。お互い嫌ですね。気違いの相手は。と言われたそうです。その後、A さんは離婚。A 子は旦那に引き取られ、義妹夫婦も無事に引っ越しました。でも、財産分与の関係なのか A さんは、まだ近所に住んでいて、時々規制を上げ、人を追いかけ回してる。近所で有名な気違いおばさんになってしまいました。とりあえず、私夫婦も引っ越しが決まったので、書き込み、と明るく締めたかったのですが、引っ越しが決まると同時に、なぜか、A に、玄関へ砂糖をまかれたので、ムカついて書き込みさせてもらいました。です。塩、イコール、厄払い、砂糖、イコール、災い寄せ、のつもりだったら怖い。その発想はなかった。368。わろたわら。しかしありえるだけに恐ろしい。だが、ありしか来ない事実。